偽物のブランド品や海賊版など不正商品の撲滅を広く訴えかけるイベント、ホントホントフェアが秋葉原で行われました。これは若年層を中心に偽物のブランド品や海賊版の購入など偽物被害に遭わないよう学んでもらったり、著作権など知的財産の保護の大切さを知ってもらうことを目的に行われました。日本でも上映されていたこちらの映画、皆さんはどちらが偽物か分かりますか？正解はこちらです。こちらの DVD、 大阪の日本橋でおよそ500円で売られていたということなんです。警察庁によりますと、去年知的財産の侵害で検挙されたのは450件で、過去5年間で最多となっています。また最近ではインターネットの急速な普及でネットによる犯罪が年々増加しているということです。インターネットですとか、いわゆるファイル共有ソフト、それとかスマホのアプリとかですね、そういったもので犯罪が組織犯罪から個人犯罪になってきたという傾向があります。そうなりますと、やはり消費者一人一人のですね、この知的財産を保護すると、大切にするという認識が求められているという状況になってます。主催者は来年以降もこのイベントを続け、不正商品をゼロに近づけていきたいとしています。